これ流れてシリーズ始まります。もうね、夜もう真夜中なんですけど、ちょっとね気になる場所があるんでご案内します。用水路です。ちょっと今日はこっちに行きます。連絡通路かな。で、西日本豪雨の時にここね水没したんですよね。ちょっとなんか雰囲気が不気味です。なんか後ろに人がいるんじゃないかみたいなね。でもこの上にね、まあ、電車がね通るということで、ちょっとゆっくり見ていきましょう。なんかねちょっと鍾乳洞みたいなね雰囲気があります。なんか鉱山のね感じで、ちょっとどれぐらいの時代からあるのかわかんないんですけど、結構長いですね思ったより。流れてる。なんか書いてますね。古いですよ絶対。なんかそんな雰囲気します。どこに出るんですかね。本当に豪雨災害の時はここ冠水してましたからね、通れませんよみたいな、あの柵がポールが立ってたんで。まあでもこういうとこってもしかしたらね耐震橋の関係でいずれは通れなくなるトンネルかもしれないです。こうやって今のうちにね上げといて、当てて懐かしいなみたいな。湧き水が来ました。どこに出るんだろう。ちょっとなんかバラック小屋みたいな。どこだろうここは。ああでもなんかこういうのって鉄道関係のやつってことだったのかな。
なんかちょっとまた変わったとこですね。まあ普通のなんかね、それで言いますか、昔はなんかあったんでしょうね、ここに。わざわざ、ね、ここに連絡路というかトンネル作るってことは、まあ、何かしらの理由があってということでしょうね、まあ、踏切とか、まあね、普通に渡れる地上から渡れる手段っていうのもやろうと思えばできたわけですけど、こうやって地下にトンネル掘ってってことはなんかやっぱりいろいろ理由があるんでしょうね。こうって書いてるんですよね、修理工場みたいなのがあったのかな、鉄道の。まあなんかその昔はなんかそういう貨物ターミナルというかね、違う場所にあったとかね、まあある程度のこの位置が昔この辺になんか車両基地というかあったのかな、どうなのかな。大きなね、その手がかりっていうのは見つからなかったんですけど、まあ、こういうとこもあると、まあ、どれぐらいの時代にできたのかちょっとわからないですけど、まあ戦争中とかそれ以前にあったのかな。いいわけです。本当にすごい。年代をね、感じますね。すごい何回も見直してます、ね。はい、続けてありがとうございました。今日はこんな感じでお送りいたしました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。